よく来たな。どうも、オレちゃんです。ブルオです。照れ合わせて、オレちゃんです。はい、というわけで、今回は、久しぶりに月見にトイレのリアクションしていこうと思うんだけど、なんと今回は普通の月見にじゃありません。お、確かになんか違うね。モンスターアップさんって言うんだけど、なんか今回はね、新しいシリーズが出てきたみたいです。その名も、月見にトイレとゾンビユニバース。なんか月見にのマルチバースみたい。というわけでね、月見トイレのゾンビ気になるって人は絶対に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、しない人は絶対に押してください。じゃあまずは1話から見ていこうか。もう完全にもうゾンビなんだけど、おそらくこれはナイフマンのストーリーなのかな。さあ、というわけでね、1話から見ていきます。これ完全に新作だからね、新シリーズ。お、気になるね。お、国が爆発した。なんだ、え、みんななんで逃げてる。うわわわわ、待って、トイレも逃げてるじゃん。え、待って待って、もしかしてスキビリトイレもテレビマンたちもなんか協力してるというか、ゾンビから逃げてる世界か。うわうわうわ、いや腰の骨バキバキだったけど。うわうわわわうわ、なんかチェーンソーマンみたい、チェーンソーマンのキャラみたい、怖いな。うわちょっと待って、お肉がハゲてた。お肉なかったよ、顔のお肉。ゾンビになってお肉がね、取れてた。お、みんな逃げるみたいだよ。降りるかな、あ、乗れた、おっしゃ、逃げれた。お、逃げれたね。うわわわ、待って、これサイエンティストスキビリトイレだよね。感染しちゃったんだ、やばい世界だ。うわわわ、見てる見てる、歯茎出しすぎだ。ほんとだ、丸見えだ。さあ、技は使うのかな。あ、終わった。多分これマップでゾンビが発生したところだ。あ、ほんとだ。待って、これみんな日本、日本どこだ。さあみんな日本探して、3、2、1、ここです。そう、ゾンビのエリアに入ってる、がっつり。あ、ほんとだ、完全に全部入っている。さあ、というわけで次2話見ていきます。逃げれたけどどうなるか。あ、逃げれたけどどこに逃げたの。どっかの基地じゃない。あ、ガンかける18、なんだろう。うわわわ、いるじゃん。これキッチンカーどっかかな。もう中にいるじゃん。お、食べた。おお、パクッと食べた。あ、銃てる銃てる。うわわわ、カメラマンの血が緑になってる。さあ、あ、待って、口に帰ってるって。お、ピンチだ。お、きっとこれナイフマンじゃない。ありがとうナイフマン。まだ普通のナイフマン。うわ、ナイフマン、まずい。うわちょっと待って、みんなバキって言ったよ。これ押してくれたんだよね。でもここで、うわうわうわ、噛まれた。さすがにこれは助からないんじゃない。あ、でもゾンビになって助かるってことかな。まあまあ、とりあえず、え、めちゃくちゃかわいそう。確かにナイフとか効かなさそうだからね。うわ、まだ生きてる。え、ゾンビになっても普通に戦えるんだ。うわ、サイエンティスト怖すぎるって。あ、ミサイル来た。どうするんだ。お、サイエンティストが、お、ガード、誰だ。あ、あ、誰かいた、味方かな。でも助かった、ありがとう。じゃあ3話見ていきます。3話は、あ、これなんか基地、基地なのかな、どこなんだろう。とりあえず施設の地下に来たのかな。うわ、よく見るともうなんかバキバキだ。ほんとだ、カメラが黒くなっている。あ、服破けてる。服も破けてるのかな。あ、なるほどね。え、何、あそこに行こうって、まだバレてないのか。うわうわ、バレた。うわうわ下がめちゃくちゃ紫だ。ほんとだ、汚いな。汚いっていうか、ゾンビの下なんじゃない。あ、撃った。うわ、待って、音で気づいた。うわ、動きやばいって。早いな、意外と。ほんとだ、ゾンビなのにめちゃくちゃ早い。あ、撃っている。頼む、助けて。うわ、ピンチピンチ。何この下。あ、え、待て待て待て、え、協力してるの。おし、仲間だ、行こう。いやいや、結託してるんだ。もうゾンビの世界になったから、力を合わせてるのかな。やめろ、ほらほら、力を合わせようって。お、どうするんだ、ついてこいって。うわ、早い動き、すごい早い。トイレなのに、あれ、生き返った、全員生き返ったやばいやばい、え、無敵じゃん。そっか、脳みそも心臓もないから倒しても来るのかな。めちゃくちゃドヤ顔してるけど、なんだ、あ、何かが飛んでった。
さあ、というわけでね、4話目も見ていきます。でもなんとね、このゾンビは今回これが最後です。え、そんな、もっと見たい。この新シリーズね、4話しかなかった。さあ、とりあえず見ていきます。さあ、お、めちゃくちゃ来てる、さっきのやつだ。倒して、止めた。これモザイクかけないとね、指を立ててるね。さあ、お、前に行った。お、誰かさっき通ったよ。さっきいたね、誰か。あ、待って、あれ今のナイフマンじゃない？あ、降りた。うわわわわわ。え？え？震えてる体が。あ、どういうこと？どういうこと？進化した？元の体から、いや、服が脱げたのか。あ、なんだこれ。巨大化した。ほんとだ、大きくなった。あ、合体してる。合体してる？バズソースケビリトイレと？あ、なんだ、え？そんな銃ついてるの？大丈夫か、逃げよう逃げよう逃げよう。まずいって、強すぎるでしょ。あ、大丈夫か。あ、止めた止めたってか、閉じた。こんなの破ってくるんじゃない。うお、音でね。うわ、ちょっと目がクラクラする。さあ、で、まだいる何か。あ、やばい、じゃん、挟まれた。終わった。はい、というわけでね、ちょっと短いから、ゾンビ×スキビリの動画、もうちょっと探していきたいと思います。もうちょっとありそう。さあ、これはショートかな？え？あ、スキビリがゾンビになってるんだ。ほんとだ！うわ、怖何これ、マイクマン？え？あ、逃げてる。いやいや、おかしいおかしい、動きが。あ？背中焼いた。で、みんな焼いたよ。助けに来たのか。お、見たことないやついっぱいだ。お、助けてって言ってる。お、レーザーでね。あ、助けた、助けた。お、親子みたいな感じ。さあ、これもだ。あ、なんだ、叩いた。あ、これはタイタンスピーカーマンがゾンビスキビリを流して、なんか、な、え？実写？実写からいや、怖いっていたけど、こんなの。顔色が全然違うよね。え、何してんの？あ、終わった、これなんか。この人が演技に入り込んでるのかな？呼んだ！何これ、テレフォンマン？見たことない。上にスピーカーついてる。お、音鳴らして着信呼んだ。あ、この音で戦えるんだ。すごい。あ、嫌そうとか言った。倒すとかじゃなかった。この人もグッとした。面白い。さあ、次は？うわ、次もゾンビだ、これ。だいたいみんな緑になるだけなんだけど。ほんとだ！わ、生き返った！赤から出てきた。うわ、怖っ。あ、なに？手がついてるの？スコップで掘れるんだ。あ、待って。ジーマンいなかった、今。あ、ジーマンと、頭蓋骨のやつだ。これ実際に出てくるやつだよね。あー、怖いな、緑のジーマン。あ、仲間になった。すごいすごい。合体した。いや、ジーマンパラサイトみたいになってる。飛んでった、仲良しだ。夫婦になってる。突っ込みどころが多いな。で、ご近所さんに突撃。いや、待って。え？これ男の人なんだけど、ちょっと一応ね、YouTube 的に隠しとくね。裸なんだよね。YouTube 的にまずそうだから隠すんだけど。あ、これは、クロックマンかな？うわー、そうだよね。そうなるよね。服着てくれない？やばいってやばいって。あー、どうなるんだ？あ、抱きついた。いや、ペットか。さあ、これも見つけました。これもスキビリトイレのゾンビみたい。え？アニメみたいだけど。本当だね。なんかゲームっぽくない？なんか見たことあるような感じのゾンビだけど。あ、倒して流して。いや、強くない？このおじさん。うわ、でかいの来た。いや、ゴリゴリだ。ゴリゴリのでっかいゴリラみたいなゾンビ来た。あ、うわー、待って、タイタンスピーカーマン。おじさんじゃん。完全になんか仮面ライダーのベルトみたいにはめてるね。あ、なんか倒した。で、最後は？トイレしちゃうの？はい、というわけでみんなもう一人ね、スキビリトイレとゾンビユニバース作っている方を見つけました。え、ほんとだ、違う人だ。なんとサムネイルがひどすぎる。なんかちぎられて爆発してるんだけど。ほんとだ、なんか内蔵できない。ちょっと見てみるか。さあ、というわけでね、この方はこれが1話みたいです。見ていこう。どういう内容なんだろう。まさかこんなのが見つかるとは。あ、さっきとやっぱ違うね。ほんとだ、うわ、急に攻撃された。あ、もうボロボロだ。ほんとだね。あ、なんか、痺れてる。なにこれ、テーザーガンみたいな電撃の銃かな。あ、でも噛まれたんじゃない？
あ、感染した、感染してる。あ、あ、ここはさっきと同じ。でもなんか待って、ちょっと倒れ方が面白かったな。さっきこんな感じじゃなかったよね。腰が折れてたけど、あ、ブルブルってなって倒れて、で、あ、もう体の色がもうまずいね。あ、さっきと一緒じゃん、似てるじゃん。うわ、また来た。いや、遅くない？ゆっくりじゃない？だいぶ、あ、さっきのやつよりは遅い。大丈夫？飛びかかられる前に倒れてたけど、気のせいかな。あ、うわ、さっきのサイエンティストも来た。待って待って、もしかしてあの体をちぎられるシーンは出てくるのかな。どうだろう。さあみんな、出てこなかったらサムネ詐欺なんだけど、あははは、出てこない。ちょっと待って、あー、食べられた。体ちぎれるとこなかったね。じゃあ最後これ見ていきます。これもなんかゾンビっぽい感じのショートなんだよね。え、何、ナイフマンが足引きずってた。お、倒れてるカメラマン。あ、逃げてるんじゃない。お、なるほどね、ゾンビが追ってきてるのか。あ、ナイフマンだ。ナイフマンかな。さあ、あ、飛びかかってきたよ今ゾンビ。うわ、食べられてる、怖。なになになに、いや、指長。お、ほんとだ、色変わってるよ。おー、逃げた、下げんで逃げた。で、あ、ピンチじゃん、飛び降りないと。あ、でも高いんじゃない。え、ほんとだ、まずいな。どうするんだ。え、なに、グッとしてって。あ、みんな高評価、動画の高評価押してください。さあ、頼みます、ありがとう。助かるかな、高評価で助けよう。お、なんだ、落ちてきた。いや、爆破、爆弾落ちてきた。あ、ありがとうみんな。いや、違う、タイタンスピーカーマンだった。普通にタイタンスピーカーマンが来たんだ。はい、というわけでね、今回はゾンビ系のスキビリトイレ見ていきました。というわけでね、またこういう変なスキビリトイレの動画見つけたらリアクションしていくから、絶対に高評価、チャンネル登録してまた見に来てください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたなー、またねー。